Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Almost heaven, West Virginia, through the mountains and down, down, down deep. Life is there. Oh, down, 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 down. You can down the mountain. ありがとう。またビニール袋？牛乳一本なのに。だってくれるんだもん。断ればいいじゃない。あ、私にもちょうだい。お父さんは？麦茶。うん、もらう。今そっちへ行こう。ありがとう。ワープロ開いた？今プリントアウト中だよ。やっぱりノートワープロ買おうかしら。あ、タバコ臭い。しずくも柏崎行けばよかったのに。いい。お姉ちゃんとだと疲れる。そうだ、明日仕事だった。お弁当？いいよ、外食にする。我が図書館もついにバーコード化するんだよ。準備に大騒ぎさ。やっぱり変えちゃうの？私カードの方が好き。僕もそうだけどね。ねえ、この文章おかしいわよ。え、どこ？一行抜けてるのかしら。ここ。あ、そうだっけね。あ、先貸して。急いでこれまとめて強制してんだから。この人。しずく。重いけど適当に寝なさい。うん、おやすみなさい。やっぱり見覚えある名前だと思った。これにもすごい、この人みんな私より先に借りてる。天沢誠治、どんな人だろう。素敵な人かしら。そのまま寝てたの？お褒めといてよ。いってらっしゃい。わ、もうこんな時間、言うことあんだって。お財布。何？私とまで落ちちゃったの？そう、おかしいな。電話のとこは？あった。自分で置いたくせに。いやー、遅刻する。立ち回りしてよ。そこつブー。わー、ずいぶん低い。今日いいことありそう。わぁ、暑い。わわわやっほー、元気だね。わわわわわぐらぐらぐら。高坂先生います？あれ、月島ちゃん、どうした？先生、お願い聞いてくれます？なーに、変なことじゃないだろうね。図書室開けてください。次の開放日まで待てないの？みんな読んじゃったんです。私立図書館今日休みだし。私休み中に20冊読むって決めたんです。20冊？月島は仮にも受験生なんだよ。俺、早くしな。あった。早く持っといて。俺ほら、図書カードと貸し出しカードを出す出す。お願いします。いや、何これ、今まで一人も借りてないじゃん。貴重な本なんですよ。私立図書館にもないんだから。天沢先生、この天沢って人どんな人か知ってます？あー、失敗しちゃったじゃないか。寄贈した人だろ。そんな古いことわからないよ。ベテランの先生に聞いてみな。しずく！あー、もうこんなところにいた。11時に昇格時って言ったくせに、15分も太陽の下にいさせて、そばかすが増えちゃうじゃない。ごめん。こらこら騒ぐな。原田は気にしすぎなんだよ、そばかす。先生、私は真剣に悩んでるんです。あー、わかったわかった。ほれほれ、二人とも出た出た。一応やったけどうまくいかないよ。やっぱり英語のままでやったら。白い雲、枠を買おう、巻いて登る坂の町、古い部屋、小さな窓、帰り待つ追いたい犬、カントリーロー、はるかなるふるさとへ続く道、ウエスト
なる山、懐かしい我が町。悪くないよ。ダメだ、ありきたり。そうかな。こんなのも作った。コンクリートロー、どこまでも森を切り、太陽目ウエスト東京マウントタマウルサルトマコンクリートロー。なにこれで、何を相談って。主役はまだいいんでしょ。しずく、好きな人いる？え、両思いの人がいたらいいなって思うよね。受験だし、励まし合って頑張れたらって。ゆう子、好きな人いるんだ。ラブレターもらったの？し、やだー。いつ？どんな人？かっこいい？他のクラスの子、少しかっこよかった。付き合ってみたら？それで嫌なら断る。でも、さては他に好きな人いるんでしょ。隠してもダメ。ほれ、白状しちゃえ。杉島、俺のバッグ取ってくれる？杉村。ねえ、そこの青いスポーツバッグ頼むよ。月島、それ投げて。うるさいな、もう。万年玉拾い。ひでえな、レギュラーで3回戦突破したんだぞ。ゆう子。うわぁ、うわぁ。杉村だったのか、ゆう子の好きな人って。どうしよう、分かっちゃったかもしれない。私あんな。大丈夫だって、あいつ鈍いから。でもどうするの、ラブレターの方は。うん、もう少し一人で考えてみる。そっか。いいなぁ、しずくんちは勉強勉強って言われなくて。あんまり言われないのも辛い時あるよ。そうかなぁ。あ、いけない。どうしたの？本忘れてきちゃった。私帰るね。乗っけてこうか。いい、ゆうこ塾遅れるよ。また電話するね。うん。その本。あ、これあんたのか。ほらよ、月島雫。名前どうして？さて、どうしてでしょう。あ、図書カード。お前さ、コンクリートロードはやめた方がいいと思うよ。ふるさとはティンティクレンティンティンティレンティンティン。読んだなぁ。嫌なやつ、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 嫌なやつ。コンクリートロードやめた方がいいぜ。コンクリートロード。何よ。お姉ちゃん、今日だったの？いやー、疲れた。ちょうどこっちへ車へ帰る人がいるから乗せてもらっちゃった。お母さんは？夏季集中講座だって。お父さんは出勤。しずく、少しは片付けな。晩ご飯の支度は？お米といどくの。なにこれ、しずく散らかしっぱなしじゃない。今やるとこ。お母さん大変だから応援しようって決めたでしょ。お米といだの洗濯物しまって、シャワー浴びたら私がご飯作るから。おばさんが高校生になったしずくも来いって。うん、勉強進んだ。うん、うちの親は何も構わないからって安心してるとひどいことになるからね。してるよ。しずく、いい加減に起きな。自分のとこ掃除機かけなさい。シーツ洗うから出して、布団も干すのよ。おばあさんはとっくに行った。さっさと片付けて、そのお弁当お父さんに届けてあげて。何よその声。図書館に行くんでしょ。代わりに私が行こうか。しずくがトイレと風呂場に玄関掃除して盛況に行ってくれるのよね。布団を取り込んで買い物をして晩ご飯の支度をするのよ。行ってきます。しずく、これボスに出しといて。何？ボスと見なくていいの。クリップごと出すんじゃないよ。彼氏？バカ。
猫くん一人？どこまで行くの？外面白い？おーい、答えてよ。私ここで降りるの。君は？ピンポン、ピンポン。じゃあね、猫くん。いた！ぐちゃ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 。すごい坂。どこまで登るのかしら。知らなかった。ショワル、犬をからかって回ってるんだ。なんだあいつマジでバカにしやがって。私のことをからかってるのかも。このお店が丘の上にあるなんて知らなかった。素敵な人形。あなたはさっきの猫くん？カタン。いやいらっしゃい。あのいや、そのままそのまま自由に見てやってください。男爵も退屈してるから。男爵ってこの人形のことですか？そう、フンボルト・フォン・ジッキンゲン男爵。すごいなでしょう。あ、いや、ありがとうすまん。もう大丈夫だ。立派な時計ですね。ある後ろで眠ってたんだよ。すっかり錆びついてたんだ。ご覧。わあ、綺麗。これ何ですか？出来上がってからのお楽しみ。できてる。ドワーフですね。よくご存知だ。そうか、お嬢さんはドワーフを知ってる人なんだね。テレテテレテテテ。文字盤を見てごらんなさい。うまくいくかな。ボーン。エルフ。ガラスが光るね。ここ行きなさい。はい。王女様？そうだね。二人は愛し合ってるの？うん。しかし住む世界が違うんだ。彼はドワーフの王だからね。12時の鐘を打つ間だけ彼女は羊から元の世界へ戻れるんだよ。それでも彼は時を刻むごとにああして現れて王女を待ち続けるんだ。きっとこの時計を作った職人が届かぬ恋をしていたんだよ。それで二人ともなんだか悲しそうなのね。カタン。あ、この時計進んでますよね。うん、でも5分ぐらいかな。大変。おう、私図書館に行かなきゃ。さよなら、おじいさん。また来てもいいですか？ああ、図書館なら左行った方がいいよ。キャー！わあ、図書館の真上。いいとこ見つけちゃった。物語に出てくるお店みたい。素敵。月島、月島雫。キー。これ、おまんだろ？え？ああ。忘れっぽいんだな。ありがとう。でもどうして？さて、どうしてでしょう。猫、その猫君の？お前の弁当ずいぶんでっかいのな。違う。コンクリートどこまでも
違うの、こらあれ、来てくれたのか。どうしたんだ、怖い顔して。ちょっと説明のしようがないの。はぁ、あ、とてもいいことがあって、ホラーネで宝物を見っけた感じだったの。それが心ない一言で生き埋めにされた気分。あ、それは複雑だ。今日も借りていくかい。うん、あと7節は読まなきゃ。はは、相変わらずだね。飯、どうする？売店で済ます。そうか。じゃあ、ありがとう。6月16日。すごい。天沢って人、この本も読んじゃってる。どんな人なんだろう。コンクリートロード。違う、お前なんかじゃない。ザバザバ、ザバザバ、あの人どうしたの、ザバザバ。静く、早くしな。わぁ、遅刻。あ、傘、傘取って。新学期なのに雨ばっかりね。文句言わない。あなたは好きで勉強してるんでしょ。はーい。しっかり勉強しなさい。任しといて。しずく、やっほー。早く、遅れるよ。いやーね、テストばっかりで。毎日なんかかんかあるね。あれ、返事した？うん。何も言ってこない？うん。やっぱり私断る。そっか。うん。その方がいいかもね。杉村、ギリギリだぞ。わかってる。はい、終わり。集めて。午後は通常だからね。しずく、高坂先生のとこ行こう。うん、その前に職員室寄っていい？いいよ。杉島、聞いて聞いて。何よ。バッチリ山あたりすっげーの。この幸せ者。休み時間に見たところがそのままドンピシャだぜ。ただの野球バカじゃなかったんだ。山張りなら優子得意だよね。今度一緒に勉強したら？あらだか？杉村、すみれ。なんだよ。これ見てかい？行こう、しずく。あ、あ、無理やりくっつけようとしないで。わかった。私山なんか当たったことないもの。ごめん。本の偽造者、僕にわかるかな。すみません、お食事中に。この蔵書院なんです。あ、天沢さんじゃないか。これ僕も読んだよ。いいよ、んでしょ。はい、とても。それでこの天沢さんって人はどんな人なんでしょうか。何年か前に PTA の会長されていた方だよ。木村先生、天沢さんは何て言いましたっけね。あのほら、天沢いいな。天沢さん、確か高一ですよ。天沢高一。天沢高一。月島、同じ学年に天沢さんのとこの末っ子がいるじゃないか。え、知らないのか。 あの、ありがとうございました。失礼します。ぐるぐるぐる。しずく、どこ行くの。驚いた。驚いたのはこっちよ。ちゃんと説明してもらいますからね。ごめん。しずく、どっち行くのよ。何よ、完璧に無視してくれちゃって。しずく、誰あいつ。どこへ行く気。あいつ嫌なやつなの。逃げるの嫌じゃない。かわいい。私、しずくのお弁当持って走り回ってたのよ。月島に男がね。先生、しずくにもようやく春が来たんですね。違うって言ってるのに。本当は本の王子様に会ったんでしょ、ハンサム。だから、どんな人かと思っただけ。ねえ、ゆうこはその人の名前聞いたんでしょ。教えないよ、ゆうこ。それがとっさのことでさ、間がついてたんだけど、まさきだっけ。あんま、ねえ、しずく。さあね。でもさ、話を最後まで聞かずに飛び出してくるなんて、月島らしいね。知りたいけど知りたくないのよね。揺れる心が苦しくて、嬉しい。まあ、ロマンチックですこと。そうやってからかってればいいでしょ。せっかくカントリーロードの司会できたのに。できたの？見せて見せて。しずく様、大主人様、申しませんのでお見せください。よろしい。本当は自信ないんだ。ふるさとって何かやっぱりわからないから、自分の気持ちに正直に書いたの。過激ね、これ。カントリーロー、この道ずっと行けば、あの街に続いてる気がする。カントリーロー、
しずく、いいよ、私好き。歌いにくくない？なんとかなるんじゃない？後輩にあげるだけなんてつまらない。私たちも謝恩会で歌おうよ。気が早い。ここいいな。一人で生きると何も持たず街を飛び出した。寂しさを仕込めて強い自分を守っていた。翔くん、夜礼だよ。はーい。晴れた晴れた。しずく、コーラス部にちょっと寄ってかない？あの詩見せるの。いい、図書館行かなきゃ。え、明日もテストあるよ。図書館でやるもん。好きね。じゃあね。バイバーイ。原田、あのさ、悪いんだけどちょっといいかな。うん。やっぱりお休み。お花に水はやってあるのかしら。男爵がいないわ。買われちゃったのかしら。西四郎、あいつも西って言うのかな。キューシャカ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 。しずく、しずく。あ、ゆうこちゃんから電話。耳悪くなるよ、しずく。ゆうこ、え、何、聞こえない？うん、今すぐ行くから。うん、じゃあ切るよ。どこ行くの？すぐそこ。どうしたの、ゆうこ。しずく、どうしたのよ。え、何その顔。しずく、どうしよう。杉村が友達に頼まれて、あの手紙の返事くれって。え？あちゃー。なんで杉村がそういうこと言うのよ。おい、あいつ鈍いからな。でもさ、杉村だって優子の気持ち知ってるわけじゃないし。杉村にも謝る。でもこんな顔じゃ学校行けないから明日は休むね。テストも？うん。そっか。バカ。なんだよ。うまくいってらしいよ。あ、しずく、今日も図書館？優子のところ行ってみる。あ、そうか。よろしくね。うん。バイバイ。バイバイ。杉島、待てよ。ブル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 。原田のことなんだけど。そしたらさ、原田のやつ急に泣き出して。なあ、俺なんか悪いこと言ったかな。杉村さ、優子はあんたがどうしてそんなこと言うのって言ったんでしょ。うん、だから野球の友達に頼まれたって。違う、それって杉村にはそんなこと言われたくないってことよ。この意味わかるでしょ。わかんないよ。はっきり言ってよ。もう、本当に鈍いわね。優子はね、あんたのことが好きなのよ。え、そんな、俺困るよ。困るって、かわいそうなのは優子よ。ショックを受けて休んじゃったんだから。だって俺お前が好きなんだ。え、やだ、こんな時に冗談言わないで。冗談じゃないよ。ずっと前からお前のことが好きだったんだ。ダメだよ。私は、だってそんな。俺のことが嫌いか、付き合ってる奴がいるのか。付き合ってる人なんかいないよ。でも、ごめん。待てよ、月島。はっきり言え。だって、ずっと友達だったから、杉村のことは好きだけど、好きとかそういうんじゃ。ごめん、うまく言えない。ただの友達か。これからもか。そっか。ウェ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 、なんてこったウェ。鈍いのは自分じゃないか。ガチャ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 。あ、月島さん、ちょっと待って、お届け物預かってるの。あ、いつもすいません、悪いわね、いつももらっちゃって。いいのよ、嫌じゃ食べきれないから。帰ってたの？しずく。
君も締め出されたの？君はこの家で飼われてるの？お腹減ってない？君も可愛くないね。私そっくり。どうして変わっちゃうんだろうね。私だって前はずっと素直で優しい子だったのに。本を読んでもさ、この頃前みたいにワクワクしないんだ。こんな風にさ、うまくいきっこないって心の中ですぐ誰かが言うんだよね。可愛くないよね。へえ、月島か。はぁ？よくムーンが触らせたな。おい、ムーン寄ってかないのか？あの猫ムーンって言うの？ああ、満月みたいだろ。だから俺はムーンって呼んでるけどね。わ、わ、まだ来たな。わ、またお前、わ、見てんじゃねえ。わ、わ、くそ、わ、わ。ムーンは君んちの猫じゃないの？あいつを引き止めるのは無理だよ。よそのうちでおたまって呼ばれてるのを見たことがあるんだ。他にもきっと名前があるよ。当たり歩いてるんだ。そうか、ムーンは電車で通勤してるのね。電車？そうなの、一人で電車に乗っていたの。それで後をつけたらここへ来てしまったの。そしたら素敵なお店があるでしょ。物語の中みたいでドキドキしちゃった。悪いこと言っちゃったな。ムーンにお前は可愛くないねって言っちゃった。私そっくりだって。ムーンがお前と？全然似てないよ。あいつはもう半分化け猫だよ。お前、おじいさん元気？ずっとお店お休みだから元気かなって。ピンピンしてるよ。この店変な店だから空いてる方が少ないんだ。そうなの、よかった。窓から覗いたが男爵がいないんで売れちゃったのかなって。ああ、あの猫の人形か。見る？来いよ。ドア閉めて。空に浮いてるみたい。高所恐怖症？ううん、高いところ好き。素敵。寒い。この瞬間が一番綺麗に見えるんだよ。こっち。ちょうどいいや、そこに座って。時計がない。ああ、そこにあったやつ今日届けに行ったんだ。ここへ来いよ。売れちゃったの？もともと修理の仕事だもん。そうか、もう一度見たかったな。3年がかりでさ、月島が弁当忘れた日にできたんだよ。あのお弁当。分かってるよ、お前のじゃないことぐらい。ここへ来て猫の目の中を見てみな。早くしろよ、光がなくなるぜ。エンゲルスティーマ、天使の部屋って言うんだ。布張りの時に職人が偶然つけた傷でできるんだって。綺麗ね。男爵はなくならないよ。おじいちゃんの宝物だもん。宝物？何か思い出があるみたいなんだ。言わないけどね。好きなだけ見てていいよ。俺下にいるから。電気そこね。つけたかったらつけて。不思議ね。あなたのことずっと以前から知っていたような気がするの。時々会いたくてたまらなくなるわ。今日はなんだかとても悲しそう。ああ、もういいの？うん、ありがとう。ねえ、それってもしかしてバイオリン作ってるの？ああ。見ていい？うん。こうなるんだよ。わあ、これ全部自分で作ったの？手で？当たり前だよ。信じらんない。バイオリンは300年前に形が完成されてるんだ。あとは職人の腕で音の良し悪しは決まるんだよ。あれも全部作ったの？まさか。ここでバイオリン作りの教室もやってるからさ。でもあなたのもあるんでしょ？うん。ねえ、どれどれ？あれ。わあ、これ？すごいな。よくこんなの作れるね。まるで魔法みたい。お前な、よくそういう恥ずかしいこと平気で言えるよな。あら、いいじゃない、本当にそう思ったんだから。そのくらいのもん誰でも作れるよ。まだ全然ダメさ。ねえ、バイオリン弾けるんでしょ？まあね。お願い聞かせて、ちょっとでいいから。あのなあ。お願いお願いお願い。よーし、その代わりお前歌えよ。え、ダメよ、私音痴だもん。ちょうどいいじゃんか、歌えよ。知ってる曲だからさ。ブイー
ブー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 ひとりぼっち恐れずに生きようと夢見てた寂しさ押し込めて強い自分を守っていこうカトリロこの道お父さんにはまた会いたいなと思ってました。この二人は僕の音楽仲間です。ナイスボーカル。例の時計が完成した時に居合わせた幸福な方ですな。セイジ君にこんな可愛い友達がいたとはね。え、セイジ、もしかしてあなた天沢セイジ。ああ、あれ言ってなかったっけ俺の名前。言ってない。だって表に西って出てた。あれはおじいちゃんの名前だよ。俺は天沢。ひどい不意打ちだわ。洞窟の生き埋めよ。空が落ちてきたみたい。何バカなこと言ってんだよ。名前だってどうだっていいじゃないか。よくない。自分はフルネームで呼び捨てにしておいて。お前が聞かないからいけないんだろ。聞く暇なんかなかったじゃない。ああ、天沢誠治って私てっきり。なんだよ。優しい静かな人だと思ってたの。お前な、本の読みすぎだよ。自分だっていっぱい読んでるじゃない。本当に楽しかった。みんないい人たちね。また来いよ。じいちゃんたち喜ぶから。聞くだけならな。歌うのは辛いよ。でも天沢くんバイオリン上手だね。そっちへ進むの？俺ぐらいのやつはたくさんいるよ。俺さ、バイオリン作りになりたいんだ。そうか。もうあんなに上手だもんね。イタリアのクレモーナにバイオリン製作学校があるんだよ。中学を出たらそこへ行きたいんだ。高校行かないの？家中が大反対。だからどうなるかわからないけど、おじいちゃんだけが味方してくれてるんだ。ブブー、すごいね。もう進路を決めてるなんて。私なんか全然見当つかない。毎日なんとなく過ぎちゃうだけ。俺だってまだ行けるって決まったわけじゃないんだぜ。毎日親と喧嘩だもん。行けたとしても本当に才能があるかどうかやってみないとわからないもんな。送ってかなくていいの？うん、もうそこだから。じゃあ。あ、
月島。ん？何？お前さ、詩の才能あるよ。さっき歌ったのもいいけど、俺コンクリートロードの方も好きだぜ。何よ、この前はやめろって言ったくせに。俺そんなこと言ったっけ？言った。そうか？今日はありがとう。さよなら。しずく、ちゃんとスタンド消しな。昨日つけっぱなしだったよ。お姉ちゃん進路いつ決めた？え？し、うん、ろ。あんた杉の実を受けるんでしょ？そうじゃなくって、それを探すために大学行ってるの。おやすみ。おやすみ。お母さんとは自分が休校だからって起きないんだから。おはよう。おはよう。もっと早く走れ。先行っていい。はあ、助かった。しずく、しずく、ひどい顔ね。そういうあなたは立ち直り早いわね。昨夜よそのクラスの男の子と歩いたって。え、誰がそんなこと言ったの？噂よ、恋人同士みたいだったって。そんなんじゃないよ。原田、あのことだけど俺の方から断っとくな。うん、私こそごめんね。いいよ。おい、ゆうべのさつき見たか？すんげえんだ、俺感動した。この公式は中間ですからね、よく覚えてください。マイレギュラー、マジでそんなことないんだけど。セク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 、うえて。あのさ、月島いるかな？ああ、そうじゃん。何？月島ってこのクラスだろ。月島？ああ、いるよ。おーい、月島、面会だぞ。あったかな。ほら、あそこだよ。聖司君！月島、ちょっといいかな？はい！月島にはどこがいたぞ。違う、そんなんじゃないわよ。何？行けることになったんだ、イタリアへ。え、 あっち行こう。どこ行くんだよ。北上。あ、すげえな。だってあんなに人がたくさんいるところで呼び出すんだもん。悪い、一番先に雫に教えたかったんだ。誤解されるぐらい構わないけど。親父がやっと折れたんだよ。ただし条件付きだけどね。え、何？じいちゃんの友達が紹介してくれたアトリエで2ヶ月見習いをやるんだよ。見習い？その親方はとても厳しい人なんで、見込みがあるかどうか見てくれるって。それに俺自身が我慢できるかどうかも分かるってさ。ダメだったらおとなしく進学しろって言うんだ。俺そういうの好きじゃないよ、逃げ道作っとくみたいで。でもチャンスだから行ってくる。いつ？いつ行くの？パスポートが取れ次第。学校とは今日親父と話をつけるんだ。じゃあすぐなんだ。よかったね、夢が叶って。ああ、とにかく一生懸命にやってみる。あの、雨上がるぞ。ほんとだ。わあ、あそこ見て、虹が出るかもしれない。うん、クレモーナってどんな街かな。素敵な街だといいね。うん、古い街だって。バイオリン作りの職人がたくさん住んでるんだ。すごいな、夢に向かってぐんぐん進んでいって。私なんかバカみたい。聖司君と同じ高校行けたらいいななんて。点でレベル低くて嫌になっちゃうね。いたか？し、いるよね。俺図書カードでずっと前から雫に気がついてたんだ。図書館で何度もすれ違ったの知らないだろ。隣の席に座ったこともあるんだぞ。俺お前より先に図書カードに名前書くため随分たくさんの本を読んだんだからな。俺イタリアに行ったらお前のあの歌を歌って頑張るからな。私も。ちょっとさ、海見て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 、ほらー、月の下で、そっちが良くない。消すに切る方や。
ああ、すまん。ごちそうさま。しずく、もう食べないの？言うこと待ち合わせ。駅の方行くなら牛乳買ってきて。しずくがガブ飲みしたんでしょ。この頃、点でたるんでるんだから、あの子。ウィン、ごめん。サボらした。いいよ。もう頭ぐちゃぐちゃ。あら、しずくちゃんいらっしゃい。こんばんは。おかえり。失礼します。お茶入れるから取りに来なさいね。はい。お父さんと喧嘩してるの。口聞いてやらないんだ。男の子ってすごいな。2ヶ月で帰ってきても卒業したらすぐ戻って、10年ぐらいは向こうで修行するんだって。ほとんど行き別れじゃない。でもさ、こういうのこそ赤い糸って言うんじゃない？素敵だよ。相手がかっこよすぎるよ。同じ本を読んでいたのに片っぽはそれだけでさ、片っぽは進路を決めてどんどん進んでいっちゃうんだもの。そうか。そうよね。キヌちゃん1年生の時に同じクラスだったじゃない。天沢くんってちょっととっつきにくいけど、ハンサムだし、勉強もできるって言ってたわ。どうせですよ。そう、あからさまに言わないでよ。ますます落ち込んじゃう。なんで？好きならいいじゃない。告白されたんでしょ？それも自信なくなった。私わかんない。私だったら毎日手紙書いて励ましたり励まされたりするけどな。自分よりずっと頑張ってるやつに頑張れなんて言えないもん。そうかな。雫の聞いてるとさ、相手とどうなりたいのかわからないよ。進路が決まってないと恋もできないわけ？雫だって才能あるじゃない。カントリーロードの訳詞なんて後輩たち大喜びしてるもの。私と違って自分のことはっきり言えるしさ。俺くらいのやつたくさんいるよ。え？うん、あいつが言ったの。あいつは自分の才能を確かめに行くの。だったら私も試してみる。決めた。私物語を書く。書きたいものがあるの。あいつがやるなら私もやってみる。でも時期中間だよ。いいの。ゆうこありがとう。力が湧いてきた。帰る？うん。お邪魔しました。お母さんによろしくね。はい。ゆうこも頑張ってね。うん。ゆうこの良さ、きっとスイメラにもわかるよ。さよなら。さよなら。そうか、簡単なことなんだ。私もやればいいんだ。あ、ムーン。ムタ？ムタ？お母さん、ムタまた行っちゃったよ。ムタ？ムタだって。ほう、バロンを主人公に。お許しをいただけますか？聖司君からこの人形がおじいさんの宝物だと伺ったものですから。あ、あ、あ、それでわざわざ。いいですとも。ただし条件が一つある。はい。僕を雫さんの最初の読者にしてくれること。どうですかな？やっぱり見せなきゃダメですか？だって、ちゃんと書けるかどうか、まだわからないから。あ、あ、あ、あ。それは私たち職人も同じです。初めから完璧なんて期待してはいけない。そうだ、いいものを見せてあげよう。これこれ見てごらん。雲母片岩という石なんだがね、その石の割れ目を見てごらん。そう、そうして、あ、綺麗。緑柱石といってね、エメラルドの原石が含まれてるんだよ。エメラルドって宝石の？そう、雫さんも聖司もその石みたいなものだ。私はそのままでもとても好きだがね。しかしバイオリンを作ったり物語を書くというのは違うんだ。自分の中に原石を見つけて時間をかけて磨くことなんだ。手間のかかる仕事だ。その石の一番大きな原石があるでしょ。はい。実はそれは磨くとかえってつまらないものになってしまう石なんだ。もっと奥の小さいものの方が純度が高い。いや、外から見えないところにもっといい原石があるかもしれないんだ。いやー、いかにか。歳を取ると説教臭くていかんな。自分にこんな綺麗な結晶があるかどうか怖くなっちゃった。でも書きたい。でも書きたいんです。書いたらきっとおじいさんに最初にお見せします。ありがとう。楽しみに待ってますよ。原石。ラピスラズリの鉱脈。いざ、お供つかまつらん。ラピスラズリの鉱脈を探すたびに恐れることはない。新月の日は空間が歪む。遠いものは大きく、近いものは小さく見えるだけのこと。飛ぼう、上昇気流につかむのだ。急がねば、小惑星たちが集まってきた。
気流に乗った。このままあの塔を一気に越そう。あんなに高く？なあに、近づけばそれほどのことはないさ。行こう、恐れずに。午後の気流が乱れるとき、星にも手が届こう。あれ、へえ、珍しいな。雫が物語以外の方を探してるなんて。この人、牢屋でバイオリン作ってるんだ。誠司君、もう行っちゃったかと思ってた。おじいちゃんに聞いてここじゃないかと思ったんだ。会えてよかった。明日行く。明日？いいよ、雫が終わるまでここで待ってる。遅れなくてごめんな。ううん、来てくれてとても嬉しかった。見送りには行けないけど、帰りを待ってるね。たった2ヶ月さ。私、泣き言ばかり言ってごめんね。私も頑張るね。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。私と言い名付けのルギーゼは異国の町で生まれた。その町にはまだ魔法が生きていて、魔法使いの血を引く職人たちが工房を連ねていたものだった。私たちを作ったのは見習いの貧しい人形作りだった。しかしルイーゼと私は幸せだった。彼が人を愛する思いを込めてくれたから。ところが雫、どうしたんだ月島。わかりません、聞いてませんでした。しっかりしろよ、大事な時だぞ。すいません。あらだ、代わりに読め。はい。うんたらかんたら、うんたらかんたら。また4時まで起きてたの？平気だよ、全然眠くならないもん。でもさ、雫、この頃ぽーっとしてること多いよ。さっきだって考え込んでただけよ。書きたいことがありすぎてまとまらないんだ。なんか食欲ない。しずく、いるんじゃない。屋根明かりもつけないで。ああ、洗濯物ぐらいしまってくれればいいのに。しずく、ちょっと来なさい。しずく、しずくはいるんだろう。欲しくないって。あ、お待ちしてました。お手数おかけします。さあ、こちらへ。進路指導室空いてるだろう。こちらどうぞ。ただいま。おかえり。今日は早いのね、志保。はぁ、疲れた。コーヒー飲む？頼むわ。お母さん、ちょっと相談があるんだけど。なに？私、家を出ようと思うんだ。もう部屋も見つけてあるの。でもお金かかるんでしょ？大丈夫、バイトで貯めたし。塾の先生の口見つけたから、なんとかやっていける。そうか。志保には手伝いばかりやらせちゃったもんね。頑張りな。お父さんには話しとく。ほんと？嬉しい。春までは何かと物入りだけど、卒業したら私も働けるから、少しは応援するね。うん、期待してる。ごめんね、修士論文で大変な時に。ありがとう。データの整理手伝ってくれただけで大感謝してる。部屋が広くなって雫も少しは勉強に集中できるよ。あの子この頃変だもの。やっぱりそう思う？今日学校に呼び出されたの。これ見て。なにこれ。信じらんない！ 100 番も落っことしてるじゃない。あの子、机にかじりついて何やってるのかしらね。あ、こんばんは。お帰りなさい。すいませんね。あんな成績で一体どんな高校に行くつもりなの？いいわよ、高校なんか行かないから。高校行かない？世の中甘く見るんじゃないわよ。中学出ただけでどうやって行く気？自分の進路ぐらい自分で決めるよ。生意気言うんじゃないの。雫のはただの現実逃避だよ。2学期で内申決まるの分かってるんでしょ。勉強するのがそんなに偉いわけ？お姉ちゃんだって大学に入ったらバイトしかしてないじゃない。私はやるべきことはやってるわ。今やらなきゃいけないことから逃げてるのは雫でしょ。それが分からない？逃げてなんかいない。もっと大事なことがあるんだから。大事なことって何よ、はっきり言ってごらん。しほ、雫、もうよしなさい。
だってお父さん、雫ったらひどいのよ。うん、二人ともこっちへ来て訳を話してごらん。雫、ちゃんと服を着替えておいで。早くしな。なるほど。雫、志保の言った通りかい？テストがどうでもいいなんて思ってない。さっき高校行かないって言ったじゃない。だってお姉ちゃんがどこへも行けないって言った。志保、雫と話をするから席を外してくれないか。はい。母さんは？田中さんとこ。ただいま。お帰りなさい。お母さん、お父さん帰ってるの？うん。母さんもここへ来てくれないか。雫のこと志保から聞いたとこなんだ。あ、はい。さて雫、雫の今やっていることは勉強よりも大切なことなのか、何をやってるのか話してくれないか。言える時が来たら言う。雫、それって今すぐやらなきゃいけないことなの？時間がないの。あと3週間のうちにやらないと。私その間に自分を試すって決めたんだから、やらなきゃ。試すって何を？何を試してるの？黙ってちゃわからないでしょ。お父さんやお母さんには言えないことなの？あなた。あ、すまん、ついな。雫が図書館で一生懸命何かやってるの見てるしな。感心してたんだよ。雫のしたようにさせようか、母さん。一つしか生き方がないわけじゃないし。そりゃ私にも身の覚えや二つや一つやあるけど。よし、雫、自分の信じる通りやってごらん。でもな、人と違う生き方はそれなりにしんどいぞ。何が起きても誰のせいにもできないからね。それから、ご飯の時はちゃんと顔出しなさい。そうだ、家族なんだからね。はい。志保を呼んできて。お茶入れるわ。うん。雫、お父さん言ってるけど、本当は勉強してもらいたいと思ってるんだからね。わかってる！背中に書いてあるもん。私今度の日曜日に引っ越すからね。部屋一人で使えるよ。お姉ちゃん家出るの？そう。しっかりやんな。早く！早く！早く！本物は一つだけだ。どれ？どれが本物？早く！早く！早く！私はもうとっくに年を取ってしまったよ。コトン。しずくさん。あ、さあどうぞ。いやー、すっかり眠ってしまった。すいません、あの物語を書いたので持ってきました。おお、それでできたんですね。約束です。最初の読者になってください。これは大長編だ。あの、今すぐ読んでいただけますか？何時間でも待ってますから。しかし、せっかくの作品だから時間かけて読みたいかな。つまらなかったらすぐやめていいんです。いえ、ご迷惑じゃなかったら。あの、ドキドキして。わかりました。すぐ読ませてもらいます。さあ、火のそばへ。今日は冷え込む。これで邪魔者は来ない。あの、私、下の部屋で待ってちゃダメでしょうか？ん？平気です。ちっとも寒くありません。うん、構わんが、しかし。こんなところで。しずくさん、読みましたよ。ありがとう。とてもよかった。嘘嘘、本当のこと言ってください。書きたいことがまとまってません。後半なんかめちゃくちゃ、自分でわかってるんです。そう、荒々しくて率直で未完成で、聖司のバイオリンのようだ。え、しずくさんの切り出したばかりの原石をしっかり見せてもらいました。よく頑張りましたね。あなたは素敵です。
慌てることはない。しっかり時間をかけて磨いてください。さあ、ここは寒い。中へお入り。私書いてみて分かったんです。書きたいだけじゃダメだってこと、もっと勉強しなきゃダメなんだって。でも誠司君がどんどん先へ行っちゃうから、私無理にでも書こうって。でも怖くて。誠司を好いてくれてるんだね。味はどうかな。美味しいです。誠司の時はラーメンだったな。最初のバイオリンができた時さ、それもジャンボ大盛りだ。いやー、ありがとう。さて、どこまで話したかな。ドイツに留学して町のカフェでバロンを見つけたって。そうそう、メランコリックっていうのかな。この表情に惹かれてね、店の人にぜひ譲ってほしいと申し出たんだ。でも断られた。この猫の男爵には連れがいる。恋人同士を引き離すことはできないってね。ちょっとした修理に職人の元へ戻してある貴婦人の猫の人形の帰りをバロンは待ってるって言うんだ。それってまるで私の作った物語と。そうなんだ、不思議な類似だね。帰国の日も迫っていたし、僕は諦めようと思った。その時ね、一緒にいた女性が申し出てくれたんだ。恋人の人形が戻ってきたら彼女が引き取って2つの人形をきっと一緒にするからって。店の人もとうとう折れてね。僕はバロンだけを連れてドイツを離れることになった。必ず迎えに来るから、その恋人の人形を預かってほしいとその人に約束をしてね。2つの人形が再会するときは私たちが再会するときだと。それからすぐ戦争が始まってね、僕は約束を果たせなかった。ようやくその町に行けるようになってからずいぶん探したんだ。しかしその人の行方もバロンの恋人もとうとうわからなかった。その人、おじいさんの大切な人だったんですね。追憶の中にしかいなかったバロンをしずくさんは希望の物語によみがえらせてくれたんだ。あ、そうだ、あれを。さあ手を出して。あの、その石はあなたにふさわしい。差し上げます。しっかり自分の物語を書き上げてください。はい。ただいま。おかえり。お父さんは？お風呂。あなた今何時だと思ってるの？ご心配おかけしました。今日からとりあえず受験生に戻ります。ご安心ください。ほら、じゃあ試してやるが終わったのね。とりあえずね。ご飯は？カレーあるよ。いい。とりあえずか。しどこ入るぞ。風呂に入れ。選手の休息だな。よいしょと。本当に会えた。ゆ、夢じゃないよね。飛行機を一日早くしたんだ。乗れよ。ああ、ちょい待ち、それじゃ寒いぞ。さあ乗って、しっかり捕まってろ。しずくに早く会いたくてさ、何度も心の中で呼んだんだ、しずくって。そしたらさ、本当にしずくが顔出すんだもん。すごいよ俺たち。私も会いたかった。夢みたい。クレモーナはどうだった？見ると聞くじゃ大違いさ。でも俺はやるよ。明るくなってきたな。降りようか。大丈夫だ、お前を乗せて坂道を登るって決めたんだ。そんなのずるい。お荷物だけなんて嫌だ。あ
私だって役に立ちたいんだから。分かった、頼む。もう少しだ。しずく、早く乗れ。間に合った。戻ろうか。平気。こっち。すごい、朝もやでまるで海みたい。ここ俺の秘密の場所なんだ。もうじきだぞ。これをしずくに見せたかったんだ。おじいちゃんからしずくのこと聞いてさ、俺何も応援しなかったから自分のことばっかり考えてて。ううん、誠司がいたから頑張れたの。私背伸びしてよかった。自分のこと前より少し分かったから、私もっと勉強する。だから高校へも行こうって決めたの。しずく、あのさ、俺今すぐってわけにはいかないけど、俺と結婚してくれないか。俺きっと一人前のバイオリン作りになるから。そしたら、うん、本当か。嬉しい、そうなれたらいいなって思ってた。そうか、やったー。待って、風冷たい。しずく大好きだ。一人ぼっち恐れずに生きようと夢見てた。寂しさ押し込めて強い自分を守っていこう。カントリーロードこの道歩き疲れ肩が浮かんでくるふるさとの街、丘を巻く坂の道、そんな僕を叱っている。カフィロしずく大好きだ。はい、ケーツということで、アマサワ君役をやってくださいました矢尻真央さんと、そしてしずくさん役をやってくださいました矢尻真央さん、クランカンプレイズお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。終わりましたね。しずくさん役の矢尻真央さん、お疲れ様です。
登録よ。登録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 。おいやいやいやい、チャンネル登録お願いします。チャンネル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 、とっとっとっと登録お願いします。お願いします。